っぱなしで、私口臭くないから、私セックス強要もしてないからね、まあ、こいつ口臭いみたいなレッテルで、まゆちゃん頼りって言ってるけど、あの正直そこは違くて、あの付き合って、この今大事な時期にあのまゆちゃんだよりって、私ななちゃんクラスだったらわかるけど、私ってそんなすごい女なの？ナイスもまゆちゃんだよって、だから多分利用されてるみたいな風に言われてる、言ってるんだと思うけど、私そんな逆にすごいの？すごくないって言われるのも嫌なんだけど、それもそれはそれでなんかあれだけどさ、すごくないよってなんかそれも、そんな私ね、私と付き合ったらナイスが増えるみたいな、それは違うと思うよ。いいじゃん口臭くてもって。いや臭くない、ただお酒飲んだら酒臭い時もあるかもしれないけど、まあ、マユマリオに講師言われてないよ。だマリオさんとか昨日酔っ払ってすごいあの 近かったじゃん。でツナちゃんにも聞いてもいいね、喧嘩させようとしてるから。そもそもだって聞かれて臭いって言えないよ。いや言うよお前、うちらそんな気使う仲じゃないし、兄弟に口臭いって言うしょ。多分こう眉のことを下げたかったんじゃない、その時丸ちゃんのことが好きだったから。いや あの女はこうでこうでこうだよって言って、こうなんていうの、機嫌取りしてたんじゃない。で私歯槽膿漏とかでもないし、で3ヶ月に1回行ってるかね、歯石取りで。ゼロワンはで今日オールするんだって、今日オールで配信するんだって。いや私そういうあのガチの臭いとかじゃない、うんことかそういうのじゃないから。でニンニク食べたらニンニク臭いとかあるじゃん、そういう、もうほらベロも綺麗、ピンクじゃん、白いとか言われるけどピンクなんだけど、歯石もないしね、どうやっても眉にマウント。なんかね、私的に例えばね、そのライさんにアイテム投げないでとかさ、やり方がちなんかなんか そこじゃないじゃん。私だったら例えばナイス頑張ったりとか、そこまでじゃあヘイト向けるんだったらそこじゃないんだよね。私マンコもあの臭いって言われたことない。で私の元彼がさ、あのマンコ臭い女が好きで、絶対にお風呂入らないでねって言われてたので、私2日分お風呂入らなかった時があって、あのそれでも臭くなくてお前つまらないって言われたんだよ。マンコあのど、ね、2、3日もう我慢しても臭くなくてお前はつまらないって、マンコが臭くなさすぎて。それほんとこれガチだよ、マジで私臭くないので。あとね、今日眉ストレートじゃん、これどう皆さん、かわいい？ゼロワンに今度からも毎日あのアイロンしてくださいっていう。なんで私ちょっと女捨ててるじゃん、だちゃんと毎日アイロンしてね、こうやってちょっと女偉い、ちゃんと女の子っぽくするね見た目で。あと3キロ痩せてほしいって言われ、色気出してく。でもなんかあとね、ちょっとこれ言いたいことがあって、あ、ありがとうまいちゃんかわいい、ハッピーハートありがとう、あ、ナナさんありがとうございます。で、あと腹筋を鍛えてほしいって言われた。でも色気ないって言うけど、うちらほぼ毎日嘘だからね。しかも私から強要とかしてないから。あ、しかもこれも言っとこう、だってだからうざいじゃん。私それもだって、だって言うからまずいよ。あーウィーディングベル、あ、くちゃんくちゃんありがとう。あ、なんかすごい詐欺るじゃん、よくてできないみたいな体にしてさ、やめてよねって話。いやつなちゃん知らない、もう口臭いキャラやめてね。そういう嘘ばっかつくから。リアルで会ったことあるけどちょっとだけ臭かった、絶対嘘じゃん。私会った人なんて、とりあえずちゃんとね配信でも
ちゃんと見た目を女の子らしくするね。それ でどんだけ美容院配信見たいの、ね、どんだけ美容院の、はい、たかってないし、私これいつまで言われ続けるんだろう。あれね、すげえね、私ね、すぐ分かった、あ、この人関わっちゃいけないんだなって、闇が深そう。ゼロワンの暴露と言いつつ遠回しに前に悪口言ってるじゃん。それはね、そこだけは本当に否定できちゃうじゃん。許せねえよな。で、なんか スネオさんのさっきツイート見たけど、ゆまるは正しいみたいなね、若くて頭のキレが半端だけど、いや、頭がキレてたらさ、こんな失態ばっかしてないでしょ。マイナスじゃん。だって あのああいうツイートとかってさ、マイナスでしかないのにね。ただ若くて可愛いから、こう男の子がこう人もまあ多少いるのかもしれないけど、でもそれってあの本当の味方じゃないからね。チンコを立ちながら大丈夫、相談乗ろうかみたいな、あの画像あんじゃん、ああいう感じでしょ。粘着してくる、いつまで。私もずっともうその話さ、やんわり、いや前も言ってるじゃんって、いやいい加減にしてよって話。そんなやつに あの子のせいで私口臭いキャラになっちゃってんじゃん。むしろ私すごい我慢してたと思うよ。ほっとこうよって私今までずっとほっといてたけどね。ただあの子は本当はね、なんで私あの子なんか、まあ、嫌いになれ、私ね嫌いじゃないんだよね別に。なんか前にね、前のことディスってたと思ったら酔っ払って、勝てないよ、まゆちゃんには勝てないよみたいなこと言ってて、可愛いとこあんじゃんみたいな、 ありがとう、負を抱えてる人とは関わりないですね。そうだね、くっちゃん。え、マジでなんか、え、自分あげっていうか言ってたよね。勝てないよ、まゆちゃんに勝てるわけないじゃん。面白くてか顔も可愛くてさ、勝てないよ。本当はそう思ってんだって。ね、まあ、ね、年齢はもう勝ってるけどさ。でも あなの記号やんけ、年齢って。ありがとう、まゆちゃんの方。ゆまりちゃんの方が可愛いよ、それ。ゆまりちゃんの方が、うん、でも私、あ、じゃあ、うーん、トータルでも、とじゃあ採点してもでも自分の方が上だなって。私ブスじゃないし別に。え、桐谷にミレに似てる、張り合うのっていうか、ね、なんでこういうこと言うとハッとかなるの。でもゆまりちゃんの方が顔は可愛いと思うよ、それは本当に。同じぐらいかな顔、どうどれべ、うちらゆまちゃんと前どれべかな。年齢はちょっとね若いけど、いやでももったいないと思うけどね正直。22でしょ、あと22の時もうやばかったよ、もうガンガン、もう歩いてたらマジでもう歩くだけで、てか目あっただけでマジで勃起させる自信あった。目あっ、いや本当可愛かったんだよ前ね、若い22。だって今私29だよ、結構私わかるでしょ。あ、ありがとう、ごめん NG ワードなんだそれ、ありがとう。たくめ、私なんでこの話してるかって、まあ、ゆまちゃん今ね話題性があるから話すけど、そう、目があったら勃起、まあその年代はまあみんな可愛いか、まあ、ちょっと言い過ぎっていうか、まあ、でも本当に私モテたね、モテたマジでモテた。自信があるっていいな、自信。可愛い子でもさ、だからあの子とかイマルちゃんって自信ないんだよ、自信が。え、可愛いのに、可愛いイコール自信があるって思うじゃん。あの子はね自信がない、
そう、自信がないからそういうことしちゃうんだよ。うん、意外でしょ。私すぐ分かった。あ、この子自信がない子なんだな。モテるやつはゼロワンと付き合わない。私変わった人好きだからかな。本当のモテるを知らないんだね。いや、私別に穴モテとかじゃないよ。穴モテじゃなくて本当にモテたよ。誰しもモテ期ってあるじゃん。なんでかな。可愛いんだろうけど眉を女として見れないんだよ。抱きたいと思う。だからさ、何なの、上から目線でごめんやれないわみたいな。絶対ブスだよねお前。なんかそういう感じが男いるよね。本当のイケメンって言わないし、大抵あのキモいやつがごめんあいつ無理だわみたいな。いやいや、お前のこと無理だから。何勘違いしちゃってんの。いるよね、いるよね。絶対モテないよね。え、こっちが無理だから、うん、で中井さん、あのいちいちあの口が臭いってあのゆまりちゃんツイート私に送ってこなくていいから。あ、リカエルさん大丈夫だよ。私お風呂入ってたし。中井さんスパイなんだ。あー、なるほどね。だから私ゆまりちゃんのことブロックしてるから、逆にゆまりちゃん DM でこういうこと言ってたよとか多分言ってるでしょ。めんどくさいんだけどスパイとかやめてくんない？絶対いるよね。関わりたくないっつってんじゃん。まゆちゃんめちゃくちゃいい匂いしたってリカエルさんが、ほらね、言われたことないもんね。リカエルさんもあったけど、うん、私マジで臭くないからね。3日入っ風呂入ってなくても臭くないんだよ。まあ女って臭くなんないけど。めちゃくちゃいい匂いしてる。あ、なんかロビンソンさんにも言われた。いい、あと田中さんとか。口が、いや口がっていうか何、理解る虚言、いや虚言じゃないでしょ。マユは実物の方が断然いい女だよ。ああ、ありがとう。会ったことあるリスナーさん、そう言われた。あの今のね、会った人にも、え、実物やばって、実物えぐって言われた。あ、ありがとう。ゆっぴっぴくまナイス。本当だよ。でロビンソンさんも、え、マユちゃん実物、え、くるみの200倍可愛いんだけどって言われた。え、なんで配信そんな漏れてないの。うん、そう、みんな言うでしょ。そうなんだよ。え、自慢とかじゃなくて、ほんとそうなんだって。みんな褒めるの上手だねっていうか、いや褒めてない、褒めてない。だって私のこと褒めるメリットなくない？私のことガチで好きだったらあるかもしんないけど、でも好きとかじゃないじゃん。別に私のことめちゃくちゃ好きで口説きたいからとかそういうわけじゃないじゃん。モデルさんかと思ったって。リカエルさん、え、実物本気で可愛い、まゆちゃんモデルさんかと思った。で多分私、リカエルさんって虚言癖って言われてるけど、私もう分かったもん、虚言癖じゃない。リカエルさんのまあ多分本当のことしか言わないよね。え、私本当にあの誰、今まで会った人、細いしスタイルもいいし顔も小さくて性格も好き。いやいやいや、完璧ってか完璧やん。でちなみに誠司さんもめちゃくちゃ持ち上げてくれてる。でも私のこと持ち上げ、ガチ恋じゃないじゃん誠司さんも。ことすごい褒められてんだけど、だから嘘なんだよ。離れ父も嘘だし、いや私のこと持ち上げたって別にいいじゃん。マユはリカエルさんを褒めないよね。え、リカエルさん優しかった、優しかったよ。悪い人じゃなさそうだなって思った。リカエルさんは多分なんか家賃滞納の話でなんか騙してるみたいなことを言ってたけど、多分騙したとかじゃないよね。リカエルさんもいい人だなって。誠司は女としての配信者の、いや言ってたよ、家賃払えたんだ、よかったリカエルさん、よかったわね。
あんなに美人で配信もできて完璧かよってセイジさんめっちゃ言うよ私のこと。美人でって、でも別に好きだからとかじゃない、本当に言ってたんだよ。でもこれ言ったところでこうやって否定されるからね、うん、こんなプラス思考っていうか、あの人間って言ってたでしょ伊藤真琴ね。まあ、配信者からは好感あるけど、まあでも養分かな、眉のことを養分だけだと思う。なんであの人あんな私のことを叩くんだろうね、なんで、マジでなんで、だからなんで嫌いなの。眉ちゃん初対面パックしてたのに可愛かったがパックして初めて見たってやばくない、どんだけ褒めんの。私褒めてって一言も言ってないのに理解る、すごくない。ロビンソンさんにも言われたからね、えぐって、うわえぐ、私のパックしてる姿犬神家みたいですけど、犬神家が分かんない。え待って、私ちょっと待って、え私プラチナ、プラチナになったの、まあ、今プラチナやったー、2度目のプラチナになりました、ありがとうございます。おおプラチナの、あプラチナのカーター、ありがとう、ありがとう男性のカーター、ありがとうございます。で私プラチナになったことがあるんだけど、プラチナプラスになったことがなくて、プラチナプラスになってみたい。ドラマあげちんだね、わー嬉しい、まゆちゃんいい匂いが、あーウィーディングベル、ひまわりちゃんありがとう、ありがとうございます。あーひまわりちゃんウィーディングベル2発目ナイス当たり、ありがとう、うん、いやわからん、プラチナプラスでどれくらいで投げられたらっていうか分からん。前のリスナーってひまわりちゃんだけど、いやそんなことないよ、ただあんまりアカウントを出す子がいない、少ゼロワンに感謝してるな、そしたらそれ本当のビジネスじゃんね、あゼロワンに稼がしてもらって黙ってよみたいな、それマジで4月の時のやんのあれ、完全にもう本当に可愛くて憧れ、あウィリカムドール2個ありがとう、憧れてる前に、あーぴっちゃんありがとう、私女性に憧れられる存在として、まゆのカーター、あありがとう、同じカーター、ありがとうございます。いや天狗っていうか、いや結構言われるんで憧れるって、何に憧れてんのか分かんない、マジで何に憧れてんの。私ねこれこれさんね断ってるからね、これこれとコラボしたことが本当にこれマジだよ、嘘ついてない、本当だよ、命かけるよ、うん。それはあれ何、20歳21、私命かけるって言ったら本当だよ、そうそう前コラボしたことあるんだ、これこれをメイクする、はい、そうそうそう、メイクした人眉で、あやなたんっていうことを言ったんだよ、で帰りのタクシーで眉だけ U ターンで戻ってきてほしい、LINE 来て、こんなに可愛いのにぶりっこしないとこが最高、ありがとう匿名さん、あぶりっこしないところがラブだよ、あでそれで U ターンしてって言われてエッチしたいみたいな、その前にもエッチしたいって言われて、なんだっけな、なんかエッチするんだったらなんかちゃんとしたなんかデートとかしたいみたいな、なんかホテルで即チンコ入れは嫌だからって言ったら、じゃあ映画見に行くみたいな、でもやっぱりその後やっぱセックスやっぱ嫌だみたいな言って、でその後にコラボして、でタクシーの中で帰ってきて断ったら、あやなたんが
ちょっと車止めてくださいって急に、あ、そうそう、女の子あやなたんと一緒に帰ってたんだけど、ちょっと車止めてくださいとか言って、ちょっと私行かないといけないところがあってとか言ってあの私が断ったらあやなたんがその後あの走り去ってったねこれこれに訴えられるぞ。いや多分これこれさんに聞いたら言うと思う。いやあん時ね、確かこれこれさんってめちゃくちゃやりちんだったんだよ。あのなんかねリスナーが好きなんだって。うん、あの人めちゃくちゃやりちんだった。だから前20若かったね。ツーショットとか出てくるでしょ、これこれメイク配信で。あの新やっちょ、あの新やっちょとあの メイク配信で多分出てくると思う。眉黒髪あったでしょ。であの時確か涙袋入ってて、涙袋入れてる。そうこれこれさん昔はね細くて、あの時細かったね。でもねメイク配信してたけど絶対に鼻マスクはあのゼロワン知ってるよ。9年前10年前、てかねごめん忘れた、いつか忘れちゃった。いやあれいつなんだろう、マジで覚えてない。眉いたでしょ。どう、ちなみにあの時ちょっとデブってたね。そう黒髪黒髪、あ2015年、7年前。だから今22歳か、22歳。めっちゃ可愛い。マジまだ7年しかってか、もう7年。可愛かった22。あ待って、ゆまるちゃんと同い年の時の前よりは どうなの。いや時デブってるからな。あそうそうキャサリンちゃんもいた。あれ22か、偶然かよ、うん、めちゃくちゃ可愛い。普通だった。なんでググれば出てくる。いやマジでわかんない。ピチピチだね。まあね若いってだけで可愛いもんね。お前も22でネットに染まってるじゃん。ちなみに私22の時にツイキャスやってたんだ。でも顔は一切出してなかった。閲覧10人とかでラジオでね、オタクと話してた、うん、でその時に平田くんっていたじゃん。私ね平田くんなんか私ね閲覧0人の時からしてて、で平田くんが閲覧0なのにずっとなんか千原ジュニアのモノマネして喋ってるので、あ閲覧1みたいな。でそっから平田くんにコメントして仲良くなって、でなんか平田くんとよくツイキャスやってたんだよ。今もう大手じゃん、もうびっくりなのマジで。であの時平田くんはねなんかバーで働きながら配信やってて、いやびっくり、あそこまで行くと思わなかった。平田くん見たことないけどめっちゃとなんか芸人目指してたんだっけ、もともとなんかね確か芸人目指してた気がする。でね平田くんはねすごいね、まあ、私のことは本当に友達として見てたけど、なんか平田くんのなんか定期係がいたの。なんか配信で定期係する女の子がいて、その子に対してすごい束縛嫉妬がすごい。あなんか平田くんってなんかこう束縛期なんだなって。平田くん前のこと覚えてるよ、絶対覚えてるよ。だって絶対 100% 覚えてる。知らなかったっしょ。でもともと私だからちょっとなんかこうネクラ気質で、だから顔出しなしで、まさかだよね。ああとタオパンダわかる、タオパンダわかる。平田くんにタオパンダちゃんを紹介してもらって、タオちゃんとなんかもうそのうちらと同じグループだったの、平田くんとマユとタオちゃん。だタオちゃんとかマユのことすごい好きで、タオちゃんマユのなんかファンみたいな。うん、でも私申し訳ないことしちゃって、
私めちゃくちゃ占い好きでさ、本当にタロット占いとかよくやってたの、ブツして。でタゴちゃんがラジオコラボ上がってきて、今の旦那とどうなりますかみたいなタオちゃんに言われて、あ、別れますって言ってから気まずくなった。そっからタオちゃんとは気まずい時と思うよ。え、離婚したの？したの？え、じゃあ当たってるじゃん。やば。じゃあ当たってるじゃん。あ、そう。すごくね。そう、新八丁にもあの時可愛いって言われた。なんかアイドルやってるの、タコちゃん可愛いよね。てか綺麗。平田くん大好きなのにずるい。あれってか私平田くんの LINE 知ってるよ。てか、あ、モカラテ知ってるけど、モカラテって今やってる配信？いやでもなんかもうモカラテともう平田くんがもう仲いい時にはもう私関わってなかったから、本当に平田くんがマックス閲覧17人の時まで仲良くなってたの。閲覧0から17人、20人以下ぐらいの時仲良かった。そうだから、そのモカラテとも仲いい時ってもう確か王手なんじゃない？その ゆまるが01から連絡来てるよ。だからもう嘘やめてね。ペータンコ懐かしい。ペータンコ大好きだった、まゆ。ペータンコめっちゃ好きだった。あの人超面白くない？だからもう今もう見るのないもん。あ、ありがとう、ハート花火。何があっても応援するからね。あー、匿名さん、ありがとう。ラブだよ。ユイヒーローも好きで、あ、ユイヒーローともコラボした。ペータンコ今歌い手アイドル？ペータンコで社会に戻ったんじゃないの？シケキノコって頭前髪燃やしたやつ？知らん。働いてたけど今名前変えて。そうなの？今ペータンコって人気なの？いやでもあの人素質あるよ。でもさ、あの人別に歌い手とかじゃなくてさ、喋った方がおもろくない？種少佐を知ってる。ヒーロー面白かったよね。なんだっけ、ユイヒーローって何喋ってたっけ？なんだっけ、ユイヒーローって何言うっけ？ユイヒーローだよーみたいな。パンクだよ。ユイヒーローだよーみたいな。前もユイヒーロー大好きだった。ユイヒーローってなんか死亡説どうなっちゃったんだろうね。なんかお金がない、お金がないってさ、お金に困ってて、そっから配信や急にいなくなっちゃったから。私バリバリの今日推しでした。私今日は好きじゃないかな。なんかこう自分になんか自信があるホスト系私嫌いなんだよね。なんかそっち系じゃん、なんかホストの匂いするじゃん。あ、てかさ、七森ってもともとさ顔出ししててめっちゃブスので、なんか斎藤さんやって釣り配信してたのめっちゃ見てたな。で、あんなアイドルになるなんて。あ、今何時？お前が大事。何してる？愛してる。七森あの顔でアイドルになれるの？七森ほくろ取った？あ、そうなんだ。なんかここになんかすげえでっかいほくろ。ちょっと待って、ラー様様とか私のグループだったんだけど。ラー様様、それ本人で書いてない？ラー様様、あんた本人でしょ？その平田くんとタオパンダとその中にね、ラー様様っていたんだよ。いやいや、ちょっと自分で書いてない？ちょっとラー様潰れた？そうなの？てかなんでそんなみんな知ってんの？だって過疎じゃないの？翔太王子いたね。なんで知ってんのみんな。そんなの、あの人人気出たの？そんな人気出たの？あ、そうなんだ。ラー様様はね、結構地雷で、だから一瞬グループに入ってたけど破門された。あいつなんかちょっとやばいやつらしいからってもう関わんのやめようって。で、私あんま知らないけどみんなに嫌われてて、ラー様様で、その後なんか一人でなんかこう、なんつうの、炎上なことよくやってたの。だから翔太王子と前よくコラ、翔太王子の、配信によくコラボに上がったりして、
なんで知ってんの？あ、ラブデザ？ラブデザってあのトラ君でしょ？トラ君イケメンだよね。ふわっちはキャスミン多いね。トラ君めちゃくちゃイケメンだよね。翔太みんなコラボ上がってるや。だから別にあの私がすごいとかじゃなくて、そんな時もあったんで。ヒナタロスってあの車椅子の子？ヒナタロスってあの車椅子の子だよね。私あのなんか元彼に大手配信者いそう。いや私配信者とは付き合ったことないよ。さっきのじゃなくて、まゆちゃんがバビ好き見てました。え、辛いよね、結婚して勝手にバビ騙されたし。私今でも覚えてる、バビがさ結婚し、あそう、車椅子の秘密、ひなたらすあの秘密にしてて、あの車椅子なんですかってコメントすると、でなんか車椅子って NG ワードにしてたから、あの次いろんなコメントで挑戦してたよ。なんかあの車輪付き椅子で歩いてましたねこの前とか本当いや、まゆアンチじゃないんだけど、まゆの友達がアンチで、あのブロックされてるからお願いだから代わりに帰ってと言われて帰ってたんだよ。私逆に知らないもん、あんま女の子見ないから。今日渋谷のキングを見たことない。でも知ってる、これこれさんと石川紀之と、渋谷のキングと横山みどりだっけがすごかったみたいな。白ひげってのはワンピース、うん、あ、画伯、あ、ごめん、画伯分からん。画伯って人なんだ、知らない。でもなんか渋谷のキングは本当にすごかったみたいな、なんか聞きすぎてなんか名前だけ知ってる、うん、そう、前プロレスだよ結構。ユリカはユリニャでしょ、まあ、ユリニャと韓国人の彼氏のよく面白かった、よく見てた。あ、ミンギュ、ミンギュ、ユリカの乳首はピンクピンクなんだよとか言って、なんかそれよく見てた。ミンギュおもろいよね懐くない。でもあのユリニャってめっちゃ若いからまだ20歳前半とかなんでしょ、20歳か21か。あの子もね、もともと可愛いのに、あんないじんなくていいのに。ユリカのマンコはキツキツなんだよとか言ってチンコレマンコレって呼んでたな。これえ、ユイヒーローのガチ恋だったの？いや逆でしょ、ユイヒーローがあのユリニャのこと好きだったんだよ、なんか言ってたもん。あ、スイマと付き合ってた、スイマとユリニャ付き合ってたね。タクポンってアイドルモデルだっけ。いや私びっくりなのがさ、スイマってもうあの釣り配信面白かったな、斉藤さんとか。でも彼女できてなんかあれかそっちゃったのかな。スイマ今自分なんか彼女とめちゃくちゃラブラブだよね、うん、え、夏ポケ仮面ってまだいる、ポケ仮面ってまだいる、あい、あいんでしょ。え、いるの？あ、いるん、大手？え、じゃあ閲覧何人ぐらい今アイドルしてる？え、そのアイドルうまく、え、同時閲覧数5000人？え、なんかそれ、え、マジでタワン住んでる？うわー、マジかよ。サラちゃん、セラちゃんつけてればよかったね。え、そのアイドルが大成功したの？アイドルとしてもう何、もう七盛り的な感じなのかな。もうツイキャスってなんか下手したらアイドルに なれるんだ。そこまではでも閲覧5000人って、だから平田くんと肩組んでるよね。私もツイキャス全然見てないからさ、ね、消えたと思ってて忘れてた存在。むしろ平田より人気ある。平田くんアイドルやればいいのにね。あの人ね、あんま顔出ししたくない人だからね。平田くんもなんかね、ここに大きななんかうんこみたいなほくろあったんだよ当時閲覧
あの昔、今もあのほくろ、今もあるんだ。ゲーム配信してるよね。もともとねゲーム配信者じゃなかったんだけどね。うん、寝るで。いやいや、だって年齢関係ないじゃん、男なんて特に。昔の話楽しい。いや懐かしい、マジで。じゃあラストね。今日ねお掃除ね頑張ったからね、あの疲れたんだよ。あ、てか洗濯物干す。釜揚げも人気だった。あ、ねえねえ、あの音楽流したい。テレビエキヨミみたいなやつだよね。あ、え、これなんか釜揚げのイメージなんだけど。あ、和屋蔵いた。ホストでしょ多分。あ、ホスト、大阪のホストもういないの、和屋蔵って。あ、リ女だよ、リ女だよ。で、私ね女の子あんまり。綾波リオナって北海道の風俗嬢だっけ。え、結婚して、和屋蔵結婚したんだ。へえ、性格悪そうだよねあの人。ねえねえ、待って待って、最弱直くん超夏いんだけど。私最弱直くんクッソタイプでさ、最弱直くんなんかスウェットで昔なんか彼女となんか配信したのよく見てたので、あの別れたって噂を聞いて、うわ私直くんに会いたいって思って、で調べたらなんか大阪のなんかどこどこのホストクラブで働いてるって噂を聞いて、私会いに行ったんだよ直くんに。で会いに行ったら整形、すっごいガンガン整形してなんかシャブチューみたいな顔になってて、もうすごいショックで、あの人整形顔なんか大失敗したよね。でこれ何なのさっきこの絵文字。いや、あの人もともと脳整形だったんだけど、嵐かよ。じゃあブロックし、顔めっちゃ変わったよね。整形前のが良かった。だからせっかく大阪行ってさ、会いに行ってさ、あんな顔劣化っていうかショックだったよ。めちゃくちゃイケメンだったのにね。うるせえラム太郎、うるせえラム、早く答えろよかや。あー、ウーバーの拓也っぽい顔してた。ていうかマジでガチでイケメンだよ、だったのにね。いやだから私もなんか自分で気づかない前の方が良かったっていうパターンになっちゃわないように、もう整形しない。もう洗濯物干そうって。で、ちょっと待って持ってくるわ。ずっと2時間ぐらい。お日様の匂い。しっかり干しやって今全部干したよ。いや、なんで一個一個でやってるかっていうと、もう服が多すぎて全部干せないんだよ。洗濯バサミが少なすぎて。で乾いたら一緒だよね。でも第1回目さっき洗濯したともうほぼ乾いてる。もう第1回目、いや乾かないって言ってるけど。あ、ひまわりちゃんよくできました、ありがとう。よくできましただって。ほら、ひまわりちゃんが言ってることが正しいんだって。こうやって応援してくれてる人がもうちょっとこうした方がいいよって言われたら
あ、そっかってなるけど、よくできたって。洗濯物臭くなかった、いい匂いした。甘やかしはダメだよ。だって部屋もこんなにね、きれいにして、リビングもきれいにして、そんなさね、全部さ急に完璧にやれって言われて、できないって。で十分部屋もきれいにして、ね、料理もできて、ゴロンってしちゃいけないの。だって椅子だ、ゼロワインも隣の部屋いる、うん。まあ、でも不得意なことでもちゃんと挑戦 してるからね。ゼロワンが業者呼ぶって言ってるけど、そう私絶対やるから。もう整形もしないし。そちらん今日オールするらしいよ。オールするんだって。お前には無理だから、無理って言われたらそこで試合終了なんだよ。諦めたらそこで試合終了ですよ。あ、みゆちゃんありがとう、花火ありがとうございます。うさちゃんすごいね、来た時すごい綺麗にさ、すごいね、若いのにね。だ結構に人気あったんじゃない、うさちゃん。ここに主婦から認められそうね。あ、この子やるじゃん。そうなんじゃない。私ね、見てなくて知らないんだけど、多分あんだけ掃除できてたら嫌われないでしょ。なんか主婦に好かれそうじゃん。だって嫌われる理由ないじゃん。お前は嫌われ者。いや私結構好かれてるけど、まあ嫌いな人もいるでしょ、そりゃ。なんだろう、やらないはないよ、やらないはないけど、まあちょっと下手だ。で私8月ナイス、6月7月はゼロワンやって、8月ちょっとまたナイス頑張ってみようかなって。わかる。いやまだわかんないよ。だってあでも まだわかんないよっていうか、まあ、付き合ってた方が。そうそうそう、来月ナーボー参戦するらしいね。いやゼロワンはもう逃げると思う、配信で。多分私がメインで配信やる。もうそれは分かりきってるね。ナーボーってかツイキャスの人強そう。え、そんなにナーボー、え、ナーボーってさ、ナイス どんぐらいある人なの。ナーボーって1位とかなってるの。ななちゃんも来る、それいつ。ナーボーなってんだ1位。もう参戦してんだ。2700ナイス、ちょっとタイミングが悪いね。いやなんかナーボーは面白いとかっていうか安定だよね。だから養分的な感じじゃない。安定の雑談みたいな、うん、話がうまい。私ナーボーが、私唯一見てたのがナーボーがなんか男となんか付き合ったみたいな、なんかゲイの人と付き合ったくだり、あれめちゃくちゃ面白かったな。ナーボーあれ YouTube でも探して見てたもん。そうそう、だいぶ前これ。ナイス、了解、頑張る、ありがとう。みゆちゃんハート花火ナイス、ありがとうございます、ありがとう。ちなみにね、今日やさっきやったの背中を直す。で私強要してないからね。つくポイント謎だよな。私そんなこと気にしないんだけど。で私多臓妊娠とかあるじゃん。妊娠でなんか様子がおかしく、なんか想像性病になってた。なんか織物出てきた時があって、でも今何もなくて、多分想像妄想、被害妄想みたいな。まあ、でも一応行くけどね、病院検査した。で木曜日、今日何曜日、ちなみに今日何曜日、火曜日だから明後日行ってくるね。あ、今から電話してこようかな。で配信切って電話して結果、なんか1週間後確実だけど、ぶっちゃけなんか 4,5 日経ったらもう結果出てるパターンが多いですから、電話してくださいって言われて、で前電話でもし結果出てるって言ったら今日行ってこよう。想像性病、いやそうかなって。だって今何もないから。でもまあ無症状っていうパターンもあるらしいから、なんか、ね、嫌なんだよね。なんかまた今日も中見られんのかな。屈辱的だった。
あの M 字開脚のなんか妊娠したら普通になるよ。妊娠したら何度もされるの？いやだから女医さん人気すぎて予約取れなかったんだよ。おっさんだとすぐ行けるんだよ、慣れてるくせに。いや女医はね取れません予約。え超雑だってよ。グッなんかグッなんかねグッってやった後にわっってやられて、でなんか綿棒でおこうやって、え濡れてないのにみたいな。わかる？ガシワンされたね。ガシワンっていうかそうだね、いやガシガシはされてない、だからズボッズボッって感じ。声出るわけないよね。あでも私いたずらされたことある。すっげーショックだったな。なんか小学生の頃からクリワってマジキメ、あの小学校の頃から地元の通ってた病院が、あのだんだん発育良くなって中3あたりかなに、あちょっとその時確かなんかね高熱出てゲロ吐いた、ノロウイルスだったっけな、なんかベッドに寝てくださいって言われてズボン下ろされて、あの、ま、満期のとこずっとこうやって押されてた。で私それすごいトラウマで、でまたなんかいつか行かないといけない時があって行ったの。そしたらなんかあのこれあんじゃん、これで胸にやられて、あれすそれがもう最後。そっから私もこれやられるともうどの病院でももうすごいAV だよ、ほんとそうだよ。でも森真由好きとかじゃなくてガチね。いやあるってそういうこと。でも私は口コミ調べたけど普通に何ごいい人みたいな感じだから。変態多いからね、医者って変態多いよ。だってずっとガリ弁でセックスしたくてもね、我慢して勉強して遅咲きでね、ほんと変態多いから、少ないじゃん女医のとこ。私いたよ、あの小児科、あの小児科の院長のお客さんいたけど、あの子供来るとほんと嬉しい、ね、女の子供変態多いんだって。偏見とかじゃなくて、なんか関わってきた人みんな変態だったんだもん医者。本当だよね、わかるっしょ。医者のお客さん何人かいたけど本当になんかやばいやつ多かったよ。あと整形外科とかね、美容整形の院長。医者変態多いよね。いや本当で私 そいつにね訴えられたからね。それはもう超有名な、みんな知ってると思う。ツイッターのじゅんちゃんだっけな、あの有名なさ、なんか美容系暴露してる子いない？で本当はそいつネカマで男なんだけど、名前ツイートしてみて。あツイートじゃねえや、じゅんちゃんだよね。じゅんちゃんに言ったらじゅんちゃんがツイートでそれ暴露して、でそしたら電話来て、じゅんちゃんが暴露しちゃったの。あれ男だよ、スカウトでしょ。でなんかじゅんちゃんも訴えられそうになって、そのツイート消して、虚言じゃないよ。いやそれであの弁護士からもうずっと電話来てて、で前の友達のあの弁護士のなんか卵の子に相談したら、じゅんちゃんその火薬さんのじゅんちゃんじゃないよ、あのツイッターのじゅんちゃんね、スカウト、それ有名な話だよね。そっちじゃん、有名、そうツイッター有名だよね、みんな知ってるよね。なんで私火薬さんの純ちゃんに暴露してんの。違うから。でその後だからずっと連絡来て脅されたんだよね。なんかね そこの弁護士もちょっと怖いなんか こと言われたんだよ、脅迫じみたことで。全部電であの調べたの電話、そしたらちゃんと弁護士だったのそれ本当に。でもその電話全部シカトしてごらんって言われて、シカトしてたもん1ヶ月。そしたらもうそこから来なくなった。超あれ なんでたんだろう。いや持ってないよこれ事実ね。弁護士からなん、いや怖かったね。私のあの実家も本名も全部特定されて、
丸々さんですよね、何々区の何々で住んでる丸々さんですよね、で、あなた、いやなんか言いましたよね、このこうでああでこうでこういうこと言いましたよねって、でかなりこれお金取られますよみたいな、もうずっとでも怖かった、正直マジで怖かった。うん、でなんか調べたらなんかそのツイッターでその人結構いろんなキャバ嬢に暴露されてて、でみんなんかその子たちももう言わなくなっちゃったんだけど、そうやっていろんな人を調べて弁護士に注意させてっていうのをやってたんだろうね。眉以外にも暴露されてたその人は、言われたよ。だからマジでちょっとヤクザっぽかった、その弁護士も。だからあの正当な弁護士じゃないよね。だから本当にこいつ本人っていうか、なんかこう嘘かなって思ったらウェブでちゃんと出てきたから、なんとか弁だから、もうそっから私怖いから、あの芸能人とかのなんかあったとか言わない。前は高卒です。あ、もう1時間半やったんだ。てかやばくない？私何時間やってんの今日。東京の病院だよ。でもそれあんまり言いたくないな。皆さん今日もありがとうございました。いやさっき延長してって言われてラストねってこれにしたから、で私5日間料理しないから、もうでずっと外で食べるね。で配信できるとこあったら外で配信して食べよう。いやなんか断食するんだって。断食するらしいから、であんまりなんか食べさせたら体に悪いじゃん。2日も持たない。だから私結構モラハラされると思うよ。なんで食べさせてくれないんだよとか言って多分言われると思うけど、でも心を鬼にして食べさせないからね。でもその時に言わないでね、こいつ作んない最低な女だなとか言うなよ。これ優しさだからね。作ってって言われるけど、でもそれでも私は作らないから。アイテムもありがとう。いやサラダもダメなんだよ、ね、あの食べ物はね。あの断食することに、じゃあ皆さん夜で9時か9時にやるみたいだから、で前にちょっと病院行ってくるね。病院に今から電話する。ありがとう。おやすみなさい。おやすみってか、またね。